2045年の浜松に出発しましょう。めぐらす、エコ、エコロジカル、イコールエコ、エコノミカル。豊かな自然環境と共存する暮らし。2045年の浜松は優しくなっています。それはお財布、環境、どちらに対してでしょう？お財布？ブー。正解はどちらにも優しい。浜松ではたくさんの恵みをくれる自然、浜松の宝物を守る活動をしています。自然を守ると自然がいろいろなものをくれるんじゃよ。それでお財布に優しいということなんじゃ。ゴミ拾いをしたり汚れた水を流さないのは未来では当たり前よ。おかげでサナルコが泳げるくらい綺麗だよ。世界が羨望する豊富な水資源。浜松は雨が多いし山も多い。だから綺麗な水がたくさん作られているの。問題、汚れた水はどうしているでしょうか？答えは、汚れたら綺麗にしてまた使う。汚れた水を綺麗にする技術が発達しているからね。水は人にとってなくてはならないもの。山さん、川さん、ありがとう。2045年ではいろいろな技術で水を守るよ。水の代わりはないからね。一人当たりのゴミの排出量は減少。たくさんのゴミで何をしているでしょうか？実はこれゴミじゃないんです。いらなくなった電化製品からレアメタルを取り出してまた使うんです。リサイクルしているんだよ。2045年ではものづくりの技術で何でもリサイクルできるから、ゴミの量が少なくなってゴミ処理場も減っているの。さすがでしょ。自然に優しいし地球の資源の節約にもなるよ。イチダースの未来。